こんにちは、河野ゆうまです。今日はですね、中米のコスタリカから、最高にうまいコーヒーが届きました。ラリア精製所というコスタリカでも超有名な精製所なんですけども、そこから届いたコーヒーが、まあなんていうかね、まさに僕が思う美味しいコーヒーの理想像というか、まあコーヒーっていろんな、まあ、農園とか、あとは品種、生産地域によって味わいが違うんですけども、まあその中でもいろんな個性、そして味わいのバランスっていうところの両立が取れてるコーヒーがまさにこのコスタリカだなと思って、まあなんていうか、日常感があるというか、毎日飲むのにしっくりくる、そういうなんかね、穏やかさだったり個性だったり甘さだったりいろんな要素を気持ちよく持ってるコーヒーがこのコスタリカで、うわ、こういうコーヒー本当いいよなってつくづく思ったので、今日は、まあ、このコスタリカのコーヒーを入れつつ、このコーヒーのレシピを紹介しつつ、まあ、なんか僕が、まあ、コーヒー屋さんとしてもちろんコーヒーをやってるってことは、どんなコーヒーが美味しいか、どんなコーヒーを出したいかっていう、まあ、こう意思というか美味しいコーヒーのこのイメージがあるんですが、まあ、その僕が思う美味しいコーヒーとはみたいなところについてちょっと緩くお話ししてみようかなと思っております。じゃあ早速ですね、まあ、お話に移る前にこのコーヒー、コスタリカのコーヒーを実際にドリップしていきたいと思います。はい、そしたらこのコスタリカラリアを、ドリップしていきたいと思います。豆のグラム数 14g 使います。まあこのコスタリカとか中南米のコーヒー全体的にそうなんですけども、やっぱり甘さとか優しさっていうところが特徴的だと思うので、まあなんか果実感ギュンギュンに出すとか個性バチバチに増やすっていうイメージよりかは、まあ優しさそして穏やかな感じのイメージで、入れていくといいかなっていうところが、まあちょっとレシピもねこの後紹介していくんですが、まあ、グラム数は特段なんか特に増やして濃くする必要はないかなと思います。僕の普段のレシピで 14g の豆を測っていきます。豆はこんな感じです。このグラインダーで、引き目は0番、一周回した0番なので10番ですね。この僕が家で使ってるバリア VS3 で引いていきます。そしてその間にお湯を移していって、でフィルターを折ってここも半分折って、湯通しをしていきます。でお湯の量も、まあ、いつも通りですね、14230のレシピなんですけども、今回はこのコスタリカが持ってる柔らかい甘さ、穏やかな甘さっていうのを大切に、あんまり激しく注がずに、優しめの注ぎで、なんかね個性とか尖りっていうのがないような感じのイメージで入れていきたいと思います。でこのお湯は捨てて、そして粉をセットして 14g ですね。で、平らならして、ここで改めて、今湯通し用のお湯を移して予熱したケトルに熱々のお湯を移していきます。で、まあ穏やかさを大切に入れるっていう時は、まあ、優しさとかね、そういうイメージの時は温度上げすぎない方がいいかなっていうふうに思います。なんか個性出す時は僕は92度とか、まあ、93度とか結構高いと思うんですけど、穏やか系の時は90度ぐらいのイメージです。はい、一応温度測って90度ぐらいっていうのを目安に入れていきたいと思います。こんな感じですね、90度です。そしたらスケールを0にしてタイマースタート同時に粉全体にお湯を注いでいきます。 40g ぐらいで、最初のまあ蒸らしは、いいんですけど、この後の注ぎを、ちょっと穏やかにしていきます。はい、蒸らしは30秒で、30秒経ったら穏やかっていうのはこんな感じですね。少し乗せるように優しめに注いでいきます。最初30秒で 90g まで、その後55秒ぐらいで 150g まで、その後1分15秒ぐらいで、200ぐらいまで注いで、1分半で230まで注ぐという感じのレシピになっています。この、注ぎの勢いで、例えばまあジャブジャブ粉が混ざるように勢いよく注ぐっていうのも全然可能なんですけども、この時に勢いよく注げば注ぐほど、まあ粉が攪拌されて、お茶でいう茶葉が揺すられるような感じで味がこうどんどん出てきます。で、まあなんかイメージは味がこう尖るというかね、そんな感じですね。でこのコスタリカは特にこのラリアはそうなんですけども、めちゃくちゃね優しいんですよ。本当にね、赤リンゴとかアプリコットが入ったクッキーみたいな、なんかそんな感じの優しい素朴な甘さ、
が特徴で、ちょっと余韻に華やかな要素もあるんですが、ちょっと繊細系のコーヒーなので、なんかここで味がバンバン出て、こうなんか個性が主張されるようなコーヒーというかは、優しい穏やかじんわり、そんな印象で入れていきたいと思っているので、そんな個性の豆なので、注ぎ方も今みたいに最初から最後まで比較的、優しめに注いで、乗せるように注いでいくという感じになっています。まあ優しく注げば注ぐほど抜けるスピードも結構速くなっていって、激しく注げば注ぐほど中で粉が暴れてフィルターに微粉が目詰まりを起こして抜けのスピードも遅くなっていくので、よりまあこう抜けが遅くなる分、粉がお湯に溜まってる時間が長くなって、味わいのまあ成分とかイガイガ感とか甘さも含めて成分が出やすくなっていくんですが、まあ今みたいに優しく注いでいくと割とまあすっきり綺麗で、じわってる、そんな味わいになるかなと思います。じゃあ落ち切りまで待っていきます。はい、2分45秒で落ち切りました。こんな感じがいいですね。1分半ぐらいで、230注ぎ切って、落ち切りが2分45秒、比較的優しめに注いでいって穏やかな味わいを大切に入れてみたという感じです。じゃあこのコーヒーをカップに移して飲んでいきたいと思います。はい、では、コスタリカラリア、生成方法ホワイトハニーですね。品種はカトゥアイのコーヒーです。じゃあこのコーヒーを入れていきたいと思います。はい、カップに注がれました。まず匂いは、あーこれだな、優しい甘さの、やっぱちょっとリンゴっぽい果実感とクッキーっぽいというか焼き菓子っぽいようなじわ甘な香りがします。じゃあいただきます。うん、これなんだよな。あーそうですね。いやまあそのこのコーヒーを、僕らお店で扱おうと思って仕入れて焙煎して、最初カッピングでね味わいを確認したんですけど、その時に思ったのが、マジでこれ僕らが出したいコーヒーじゃんというか、まあ僕らが思う美味しいコーヒーのど真ん中の味だなっていうふうに思いました。でそれでまあこの動画でもこのコーヒー飲みながら、まあ、改めてちょっと僕が思う美味しいコーヒーってどうなんだろうとか、まあそれって日常的な美味しさっていう単語で表されるんですけど、じゃあ日常感って何なんだろうみたいな話をちょっとこのコーヒー飲みながらね、イメージ膨らませながら話してみようかなっていうふうに思ったっていうところです。でまあスペシャルティーコーヒーって言っても、まあまあそもそもこのコーヒーの中で、チェーン店とかが使う大量生産で、まあ、味が均一化されたコーヒーと、より農業として頑張って農家さんごとの味わいとか、まあ、品種生成方法とかで味がどう変わっていくかっていうのを、農家さんごとに混ぜずに仕入れて、まあ、シングルオリジンですね、農家さんごとの味で楽しむっていうのが、今、流れとしてある。その中で美味しいコーヒーっていうのをスペシャルティーコーヒーっていうふうに呼んでるんですけど、まあ、そのスペシャルティーコーヒーの中でもコーヒー屋さんによってこんな味わいが面白いよ、こんなコーヒーがいいよっていう観点とか切り取り方っていうのは違います。それが、まあ、いろんなコーヒーの伝え方とかいろんなコーヒー屋さんのアプローチがあって面白いっていうところなんですけども、まあ、それはそもそもどんな豆を扱うかっていうセレクションから変わってきます。まあ、豆の仕入れですね。コーヒー屋はいろんな商社さんから、いろんな商社さんの在庫から、まあ、何百っていうリストの中からコーヒー豆、じゃあこれをうちに、入れてこれを出そうっていう風に決めていくんですけど、そのこの味わいを出そうっていうところからそもそも、お店のコンセプトが乗っかっています。で例えば、まあ、もっと、飲んだ瞬間にブワッときてコーヒーってこんな味するんだとか、まあ高級路線とかもっとねグレードが高い、まあ何か賞を受賞したとかオークションのロットとかそういったすごいコーヒーを扱うっていうのも一つのコンセプトだし、何か特定の生産国に絞って出すっていうのもありだし、まあ、生成方法でいうとウォッシュと、水洗いする生成方法だとよりすっきりした透明感がある味わい、ナチュラルとか、あとは今だったらアナエロビックナチュラル嫌気性発酵ですね、まあ、収穫した後のチェリーの後処理の仕方で、出てくる香りの方向性っていうのが変わってくるっていう中で、どんな味わいを出したいかっていうのは結構、焙煎所もしくはコーヒーショップによって変わるんじゃないかなと思います。で僕らっていうと、僕が思う美味しいコーヒーでいうとやっぱり毎日飲み続けたくなるような美味しさっていうのが必須だと僕は思うんですよね。まあこれ好みなんで、いろんな考え方があっていいと思うんですけど、僕は一発の衝撃よりも人生ずっと飲み続けたくなるような美味しさっていうのが、まあコーヒーが持っている意味なんじゃないかなと思っていて、やっぱコーヒーってカジュアルだし気軽だし、毎日こうやって入れてる楽しさがあるし飲み続けるものだと思うんですよ。一回ハマっちゃえば、僕も毎日家でドリップ 2,3 杯して、入れてますけど、ずっと飲み続けると思うんですよね。その飲み続けたくなるっていう要素って、まあ、切っては離せないし、
コーヒーって飲み物がこういった気軽で敷居が低い飲み物であった以上、まあ僕はそれを維持しながら、その日常感の中、飲み続けたくなるっていう中で個性を楽しんでもらう。あ、この豆は違うな、この豆は違うなっていう風な個性がないとやっぱり飽きちゃいますし、コーヒーの面白いところは農家さんごとに味が違うっていうところなんですけど、それを続けていく、続けたくなる、思わず、まあ最後の一口飲んでまた明日も飲みたいなって思うくらいの感じにしたいなっていう、まあちょっと欲張りな両立なんですけど、それが僕が思う豆ごとの、品種ごとの、農家さんごとの果実感とか個性と、あとはまあよくこの動画ではじわってるとか、じわうまとか言いますけど、じわじわうまい、こうなんていうんですかね、一発のパンチよりかはこうずっと飲み続けても、あーうまいわ、あーうまいわってなるやつじわうまのやつが、まあそれこそ冷めてもうまいっていう要素だったりしますし、コーヒーでいう甘さとか全体のバランス感とかトゲのなさとか、そういうところなのかなと思ったりして、だから、まあ、派手ってよりかは少し地味、地味なんだけどその中に面白さがあるっていう感じでもね、広く見ると全然地味じゃないんですよね。浅いだし、スペシャルティーコーヒーっていう個性があるコーヒーを扱ってる以上、まあコンビニのコーヒーとかスーパーのコーヒーと比べると明らかにフルーティーだし、明らかに個性があるんだけど、その個性をギュンギュンに鋭くして、尖らせてみんなに刺しに行くっていう感じじゃなく、その個性があるから、まあ自然と個性が出てしまうから、それを、どうやったら馴染む感じに、なんか引っかかりがない感じにみんなの日常に溶け込んでもらえるような味わいにするかっていうところが、丸くするとか甘くするっていうところなのかなっていうコンセプトで、そういった甘さとか尖りのなさとかでも個性を持ってるとか、そんな観点で豆の仕入れをしていて、でそんなイメージで、ちゃんと甘くなるように、浅めだけでだけど浅くて透明感があって軽やかで果実感があるけど、ちゃんと甘くなって冷めても美味しいっていうような焙煎をしているという感じで、僕らは美味しいコーヒーを考えているというところの、そのコンセプトにめちゃめちゃ合うのがこの、まあ、コスタリカラリアだったなっていうふうに思ってね、今日は入れてみたというところです。ちょっとぬるくなってきても最高っすね。いやーこれマジまだ春の陽気っていう感じですね。4月5月まあ梅雨にかけてのちょっとあったかくなってきて、温かみのあるこう優しい甘さ、まあクッキーと言いますけどちょっと果実感、まあリンゴクッキーですね、飲み込んだ後に、華やかな、まあ、果実の印象と一緒に紅茶の香りがふわっと抜けていって、なんかこれ一杯でクッキー横に置いて紅茶入れてっていう、このなんか紅茶タイムの時間を丸々楽しんだみたいな、そんな感じのなんかね、ちょっとこうテンション上がる気持ちと、ソファに座って飲みたいこうゆるっとした感じで、なんかイメージを晴れた春の日曜日のお昼ぐらいに飲みたいような、そんななんかね温かみがありつつ元気さもあって、でもリラックスしたお休み感もあるような、まあまあそんなコーヒーですね。そういうコーヒーって最高だと思うんですよね。なんか一発のなんかすごいこう派手なフレーバーのケニアとかエチオピアナチュラルも面白いですし、僕はそういうコーヒー、もし最初スペシャルティーコーヒーにハマるきっかけになりうるんだったらぜひ飲んでほしいんですけど、毎日飲み続けるんだったらね、僕こういうコーヒーがね本当に好きですね。皆さんはどういうコーヒーが好きですかね。こういうなんか、どのくらい寄り添うか寄り添わないか、どのくらい自己主張するか、お客さんに探してもらうか、どのくらい、バランスのいいものにするか、でバランスと個性って、まあ、相反するものなんで、まあ、個性によるかバランスによるか、その辺のバランス感覚、舵取りの感覚がコーヒーによって違うんで、まあ、ぜひこういった何をもって美味しいのか、コーヒーをどういうふうに伝えたいのか、どういうふうに飲んでほしいのか、一杯のコーヒーを通して何を伝えたいのか、まあ、僕らで言うと一杯のコーヒーを通してコーヒーを面白い飲み続けたいと思ってもらって、日常に、こういう美味しいコーヒーがあることで毎日例えば、朝起きて今日もコーヒーが美味しいな最高だなって思えるその気持ち、それが1週間積み重なって1ヶ月積み重なって1年積み重なった時に、なんかこうポジティブなエネルギーが総量として変わるんじゃない、変わってるんじゃないかと思ったり、こういうなんか朝のコーヒーが美味しいだけで味覚とか食事とか、まあ、飲食、五感っていうもの、自分の感覚っていうところに目を向けるすごい気軽な入り口に、美味しいコーヒーが日常にあるっていうことで伝わるんじゃないかなと思って、それで例えばワインとか日本酒とか他の趣味にハマってもいいと思いますし、あちょっとこういったゆっくりする時間、自分の感覚に目を向ける時間を過ごそうっていうふうに、なんかこう忙しいね、まあ社会だと思うんですけど、仕事も忙しいかもしれないですけど、その合間の時間こそ、なんかこうデジタルに縛られるんじゃなくて、キャンプ行ってみようとか、
美味しいご飯食べに行こうとか、なんかそういうこう自分の感覚っていうものに客観的に気づける、あ、自分ってこういう感覚を持ってるんだっていうことに気づけるきっかけっていうのが、毎日美味しいものを気軽に楽しんでるっていう関係の中でこそ定着するし、その後の広がりがあるんじゃないかなって僕は信じてるので、そういうコーヒー、美味しいコーヒーとかコーヒーが美味しいことってそういう力を持ってると思うんですよ。だからコーヒーをやってるし、僕自身もコーヒーとしていろんな飲食の魅力に気づけたし、そういったまあ五感の感覚的な、まあ人間性を取り戻すというかね、まあそこまで言うと大それてますけど、そんなきっかけになるようなコーヒーが、みんなの、まあ、日常にあるといいなと思ってコーヒーをやってるからこそ、個性があるけど面白いし違くって果実感とか華やかさがすごいんだけど、でもそれだけじゃない、日常にちゃんと根付いてくれる、毎日飲みたくなるっていう要素が、まあ、僕は、まあ、好きだし、自分自身そういう味わいが好きだし、そういうコーヒー屋でありたいなと思ってコーヒーをやってるという感じになっています。まあ、なんていうか自己紹介でもなんか話ちょっと膨らんできたのか逸れてきたのかわかんないですけど、まあこのコーヒーがそういった僕のイメージにドンピシャな果実感、甘さ、穏やかさ、余韻、そして透明感、まあキメの細かい質感、すべてを持っているコーヒーだったので今日は紹介してみたというところです。いや、うまいわ。もうこのね、このうまさはもう表現いらないです。なんとかのようなと言わなくても、うん、一番しっくりくるじわじわ上品でうまいコーヒーだなと思います。まあラリア有名な生成所なんで、やっぱりこんな風に綺麗な、味わいに仕上げてくれてますし、カトゥアイっていう品種はブルボンの、変化系の品種で、しっかり甘さを持ってる品種で、それをホワイトハニーっていう甘さが優しく伸びるような生成方法で仕上げてるコーヒーで、めちゃくちゃうまい。一応このラリア、季節限定というか多分梅雨までには売れてしまうと思うんですが、概要欄の方にもリンクを貼っておきますので、ぜひ僕が思うこのじわうまな、極みというか、そんなコーヒー飲みたい方は飲んでいただけたらと思っております。レシピも今日の入れ方を参考にしてみてください。というわけでちょっと今日はお話しする感じの動画になってしまいましたが、僕が思う美味しいコーヒー、日常的な美味しさとはみたいなところを、ゆるっとお話してみました。皆さんが思う美味しいコーヒーとか、こんなコーヒーが好きだなっていうところもぜひ、感想がありましたら気軽にコメント欄にお待ちしております。まあなんかね、この辺の個性をどのくらい求めるかとか、どのくらい日常感を求めるかとかって、自分がコーヒーを飲み進めながら変わっていくものだと思うんですよ。最初コーヒーに感動した時って、やっぱりもっと面白いコーヒー、もっと個性があるコーヒーって、僕もそうだったし、ケニア、エチオピア、ナチュラルから始まり、どんどんそういった、違いが分かりやすいコーヒーを僕は飲んでったんですけど、ある時にもっとなんか疲れないコーヒーの飲み方したいな、もっとたくさん飲みたいな、もっと個性を日常的に優しく飲みたいなっていうふうに思うフェーズがあって、なんか飲み進めるうちにやっぱだんだん自慢馬になっていく、だんだん地味さの中に面白さを求めてくる、ようになってきたんで、なんかその飲む方のコーヒーの、飲み方とか、コーヒーを好きになってどのくらいとか、どのくらいの、まあ、量頻度、いろんなコーヒーを飲んできたかによっても変わるんじゃないかなと思うんで、まあ、いろんな意見があるかなと思いますし、ぜひ皆さんの好みも教えていただけたらと思います。まあ、産地でも味わいでも何でも。というわけで、いろんな好みがあるのが、好みが生まれるほど、熱を持てるのがコーヒーの面白さだと思いますので、こんな感じで、ゆるくでも、ストイックにでも、一緒にいろんなコーヒーを楽しんでいけたらと思います。コーヒーを楽しんでいきましょう。